はい、皆さんこんにちは、ブルーです。本日はね、ちょっと言わない子で次に行ってきます。では行きましょう。船の、ちょっと見えにくいですけど、の上に、あ、今食いましたね。まあね、ここの手前で食いました。ちょっとね、ちょいちょい草刈りしてきたので、そんなに多分、ね、ガーッと打っちゃうと絶対魚逃げちゃう。それでちょっと距離を取っていきます。クモスが絡まっちゃってます。魚いるかな。この辺りが絶対そうだよ。流れています。まあね、ここの手前に実はね、船が沈んであって、そこで今狙ってます。これカットテールの方にいるのかな。もうちょっと近づく。ここまで来た。まあね、そういうのはスパテラかに、1.4g のギグヘッド、これの腹圧量、あ、下がってきた、いますね、よくいますね。ちょっと遠くからアプローチして、あの橋の上あたりをと、船のねあたりをちょっと見ようと思います。こうやってちょっとギグヘッドで、ああ近づいてますね。あ、すごい近く、すごい近く落ちます。低くな、あ、ちょっと低くな、あ、逃げた、逃げましたね。船のね近くに、あ、今ミスパイ来た、いますね、引き上げろ、いますね。あ、いるくんじゃない、ちょっとあの上、飛ばして、バレた、バレた、今一瞬ね止めたんですけどダメでした。ね、こんな状態ですわ。まあね、もうちょっとね、まあ食ったんですけどね、ちょっと暑いんでね、これだけ、これ一回つけないと、意外とゆっくり急走してくる。近くみたいなね、バスがね、向かうので落として。まあちょっとね、近くみたいなバスがね、ふっと向いて、まあ、この、よし。よいしょー、ふぅ、びくりました。ガッキーくりましたね。はい、スパテラ、一世のスパテラの4機。カラーは村上スペシャル。ギグヘッドで、釣れました。